車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、土地パフォーマンスです。今回はプラバス992の続きをお伝えします。こんな感じで今作業の進捗としては 50% ぐらいじゃないでしょうか。まあ、前回りはこんな感じでプラバスのカーボンのエアロが一通りつきました。というわけで前回見てもらった通り、リップとこのダクトのところのアドオンのパーツもう最終的なのり付けでついてるんで、かなりしっかり。そしてこの見てください、このフィッティングの良さ、純正オプションっていうぐらい本当にフィッティングがいい。やっぱりこの辺ガッタガタだったりだとか、まあ、ウエットのカーボンみたいにボコボコだったりすると高級感に欠けちゃうのと、まあ、あとはその性能的にもあんまりよろしくないんで、まあ、しっかりブラバスの場合できております。で今回はブラバスのデモカーみたいな、本当にアドオンでパッてつけましたっていうシルエットにするみたいなんで、まあ、この辺なんかは素地のまんまなんですけど、まあ、今後、まあ、もうプラスアルファ求める方には、まあ、この辺ペイントしてもいいのかなと。でエアロをついたらですね、ますますこのナンバーの位置が個人的には気になってしまいます。下げることもできますんで、その辺ご希望の方は言ってください。そしてですね、これリップ一応この横まだついてないんですけど、ここからさらにこのフィンの形状のものが磨きしてないんで、まあ、磨きが終わったらここら辺もつくみたいです。なんで多少この辺のシルエット変わるのかな。あとペインターの方にちょっと聞いてみたら、今回このカーボンパーツ、まあ、もちろん基本的にはどんなメーカーのものでもそのままつけるってことはしないで、クリアをこの上に重ねて塗ってから取り付けはするんですけど、製品によってその1回塗るのか2回塗るのか3回塗るのか、まあ、はたまたもっと塗るのかっていろいろあるんですけど、ブラバスの場合はもう下地が結構良かったみたいなんで、今回は1回しか塗ってないみたいです。なんで物によってはその巣穴が多いものだったりだとか、まあ、表面の状態が良くないものに関してはクリア重ねて塗ったりするんですけど、プラバスの場合は本当に1回塗るぐらいで良かったみたいです。塗ってあげることによって耐候性なんかもアップしますし、表面こう磨いてツルツルにすることもできますので、まあ、うちの場合はそんな感じで取り付けております。であとはですね、まあ、タイホイールなんかまだなんですけれども、まあ、これは全部外装組み上がってから葛飾店の方に移動して、タイホイールの交換になってくるんじゃなかろうかと思います。そして前回外れてたサイドスカートもこんな感じでしっかり取り付けられております。そしてキャリパー、これ色は変わってないんだよね。というわけでブラバスロゴに、最近これ抜き文字が圧倒的に多いんじゃないかなっていう、この辺もさりげないですけど、やっぱりコンプリート感な感じがしていいんじゃないでしょうか。まあ好みでいろいろな色にすることもできますんで、差し色入れていただいてもいいですし、内装に合わせていただいてもいいのかなと、こんな感じになっております。さあそしてリアは絶賛作業ナウでございます。こんな感じで下側のこのエプロンの部分とこのダクトの部分、特にこのダクトの部分が今まだノリが多分乾いてないんだと思うんですけど、一応マスキングでこんな感じで押さえて取り付けされております。これが内側にノリが入ってる感じです。でここにリフレクターがついて、で後ろはやっぱり前以上になんかこう存在感やっぱりありますよね。マフラーエンドなんかもあるんで、で結構やっぱり出てるなと。でブラバスロゴもちらっと見えると、やっぱりブラバスフィッティングもいいしクオリティもいいし、あとは絶妙なとこついてきますよね。本当にこう派手すぎず地味すぎず、すごい渋い感じ。そしてこのウィングのここの部分に関しては、これまだあのクリア塗って粗磨きしてる前だってことなんで、向こうにあるみたいな、この後見てみたいですけど、あとここですね、ガーニッシュの部分、ここもブラバスのロゴのガーニッシュになります。そしてですね、まあ、以前もご紹介させていただいたんですけど、ブラバスの製品全部こうやってマニュアルがついてきます。当然英語なんですけど、ここのガーニッシュだけなのにこんな細かいマニュアルが全部ついてきて、まあ、どういう風につけなさいよだとか、こんな感じですね。そしてですね、車のデータ全部 3D スキャナーで撮ってるんで、このベースのここに使われている画像も 3D スキャナーの画像、そしてこれをこういう風につけて接着剤で何時間乾かしなさいよとか、そういう細かい全部指示がされてるんで、まあ、世界中取扱店どこでつけても、まあ、品質が担保されてると。でこれからですね、この取り付け作業するみたいなんで、それをお届けしたいと思います。ちなみにこれって赤いのって塗ったんですか？これ、いや、そのまんま。あ、最初からこれで納品されてるんですか？そしてもうスポット、一出しのマスキングも完璧ですね。多分で、両面テープももう最初から貼ってあるんですよね。はい、です。というわけで出ししてしっかり貼り付く状態にして、あとは
いですね、だいぶ。いや、なんかメーカーロゴとか社名のところが変わるとやっぱり印象だいぶ違うっすね、うん、改造車感が一気に出た感じがします。うわ、これかっこいいな。これ多分なんですけど、エアロキット全部頼まないとここだけって出ないんだよね。出ないよね。というわけで、もうこれはあのコンプリートというか外装を全部やった証なんで、やっぱりめちゃくちゃかっこいいですね。あの2年前のブラフスデイズを少し思い出しました。さあ、続きまして、前回お伝えしたカリナはこんな感じで分解がだいぶ進みました。というわけで、マンソリー全部バンパー交換になるんで、こっそりこの辺外しております。で、前回のドイツの動画見てくださったと思うんですけども、グリル、あのここまで分解してもさらに分解しないところ、グリル分解できないみたいですね。マンソリー、あのみんなこの内側塗ってましたけど、これ分解するの結構大変そうっすね。さっき現場のメガのスタッフに聞いたら、大変だからやめてくれって余計なことするんだって言ってました。ちなみにこのグリル、パーツで取ると100万円以上するそうです。というわけで、とんでもない高級グリルですけど、そしてですね、この辺のパーツは一緒に塗ってるみたいなんで、992のパーツと一緒に見に行っていきたいと思います。さあ、続きまして、この辺が塗ってるパーツたくさんです。というわけで、ありがたいこと、本当にいろんなパーツのペイントだったりだとか、エアロ通り付けご用命いただいてるんで、磨きが間に合っておりません。スタッフも募集してますんで、ぜひぜひ応募ください。というわけで、もう本当にいろんなパーツ、バンパーとかエアロパーツとか、この辺は多分インテークのパーツじゃないかな、もしかしてイベンチョリーかな、わかんないけど、この辺のパーツがあったりだとか、これゲレンデのグリルじゃないかな。あと奥にあるのが992のウィングアタ、これも今クリアを塗り足して磨いてないんで、まあ、これを磨くと、こんな感じで塗って磨いて塗って磨いてすることによって、まあ、表面がツルツルになると。で、それをしないとこういうふうにこう肌がボコボコのままになっちゃうんで、まあ、その辺がやってあります。本当にいろんなパーツご用命いただいております。で、塗装ブースの中でもマンソリーのファントムのフェンダーがあったりだとか、あっちでもバンパーがあったりだとか、本当にいろんな作業、今高橋さんはなんかこんなちっちゃいエンブレムののりを剥がしました。なんで本当にいろんなご用命いただいてます。パーツ単体のペイントなんかもお気軽にお問い合わせください。最後に紹介するのは、前回ご紹介したこちらの992でございます。まあ、この辺のペイント作業と、あとはナンバーをしっかり下げるということで、まずこっちから見ていきましょうか。こんな感じで純正のこのボディカラーとピアノブラックで塗り分けて、すごい高級感が出てると。これ動画でどこまで伝わってるかわかんないですけど、実写だとも全然やっぱり違って見えますね。本当に一体感がアップしてる。で、結構ボディカラー、このジェットブラックメタリックとピアノブラック割と色近いんで、そんなにこう違いわかんないかなと思ったんですけど、実写で見るとやっぱりこれ塗り分けてるのすぐわかりますね。そしてナンバーこんな感じで、見てください、この仕上がり、もう最初からこうであったかのような自然な仕上がりになってます。そしてナンバーがこう下にオフセットしてるんで、ここの違和感がなくなってますね。やっぱりこれを流行らせたい。そして、まあ、ちょっと目の錯覚なのかわかんないですけど、この対象物が下がってるんで、全体的に車高が低く見えてる気がします。なんかすごい自然な感じしません？で、作業追加になったんで、このカーボンのリップもついてますけど、それはご愛嬌ということで、前回ご紹介してないんですけど、こんな感じで仕上がりました。というわけで、外観こう一通り見ていただきたいんですけど、本当に大きなことやってない。まあ、ローダウンとかもちろんしてますけど、なんかエアロパーツつけたりとかタイヤコイル変えたりしなくても、こんなになんかすごい自然で、でこういう仕上がりだったら、結構改造車苦手とか、改造してんなってあんまり言われたくないんだよねっていう方にもすごくおすすめできる内容じゃないかなと。本当に純正ホイールで真っ黒黒で、あとはもうこの辺各部全部黒くなってるだけで、本当に非常に車のまとまりが、実はリア周りのこのフードとかも全部塗ってたりとか、で本当に詳しい人が見ないと改造車の方分かんないぐらい、こういうところとかボディカラーとグロスブラック、まあ場合によってはこれマットとかパンツ屋とかでも面白いんじゃないかな。さあ、というわけで、こんな感じでボディの作業の続きをお伝えしました。まあ、次回おそらくブラバス992に関しては完成をお届けできるんじゃないかなと思います。というわけで、お気軽に本当に簡単なカスタマイズから、マンソリーみたいなハードなカスタム、まあ、あとは一緒に働きたいなんていう方もお待ちしてますんで、ぜひぜひお気軽にお問い合わせください。というわけで、ボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。